JR 福島駅前、朝の時間は冷え込んだんですけれども、この時間帯は上着がいらないほどの暖かさ。上空見上げてみますと雲一つない青空が広がっていまして、暖かい太陽の日差しがさんさんと降り注いでいます。駅前を歩く人の中には上着を羽織っていない人もいます。朝の冷え込みから一変して気温が上がった今日の県内。今日の最高気温はいわき市山田で 18.1 度、福島市で 15.8 度など、3月下旬から4月並みの気温となりました。そうですね、暖かくなるって聞いてたので、あと脱げるようにと思っていち早く春感じたいです。福島市では上着を脱いで歩く人の姿が目立ちました。それはまさに季節外れの暖かさ。こちらの場所では、市内の保育園では園児たちが外遊びに夢中。水分補給もしながら元気いっぱい走り回りました。みんな何して遊んでたの今？外遊び。なんでまくったの腕？暑いから。楽しく遊んだ園児たち。しかし気をつけなければならないのが花粉。こちらでは外で遊んだ後、園児が建物の中に花粉などを持ち込まないために服を着替えていました。明日は今日よりも気温が上がる予報となっています。はい、暖かくなると春の足跡を感じますけれども、やはりね、花粉が気になりますよね、矢崎さんも。私も花粉症なので正直怖いです。最新の情報はですね、ウェザーニュースの専用アプリやホームページで確認することができます。こちらは花粉観測機ポールンロボが捉えた今日の県内の花粉飛散数、はい、福島市で7個などほとんどの地点で少ないという判定だったんですけれども、いわき市では42個でやや多いとなりました。そして花粉の飛散を予想する花粉レーダーを見てみますと、この黄色の部分、明日午前から山釣町やいわき市の南部でやや多い飛散が予想されていまして、花粉の症状が出やすくなるとされています。最新の情報をチェックしてマスクや眼鏡を着用する、外出を控えめにするなど早めに対策を取ることが大切です。